末吉橋は大阪市中央区の東横堀川に架かる長堀通りの橋。末吉橋江戸時代初期に活躍した豪商末吉孫左衛門が架けたと伝えられている。橋の西めには孫左衛門の別邸があり、孫左衛門橋とも呼ばれていた。その後何度か架け替えられたものの明治末期に至るまで目標だった。1910年に 大阪市電玉作り線の付設に伴って、高プレートガーダー橋に架け替えられ、1927年11月に、第一次都市計画事業によって橋長41.5メートルの鉄筋コンクリートアーチ橋である、現在の橋に架け替えられた。当初は、福音27.3メートルであったが、長堀川の全区間が埋め立てられた1971年に、 末吉橋通りの拡幅に伴って、福音33.5メートルに拡幅された。東橋の南西すぐ、現在の末吉橋西詰め交差点の位置には、長堀川に架かる東横堀筋の橋である、安面橋があった。1927年10月に架け替えられた安面橋は、東橋と同じデザインの橋だったが、 長堀川の上流区間が埋め立てられた1964年に撤去された。翌1965年には東横堀川の頭上に阪神高速1号環状線が通るようになった。東橋の東、長堀通りと松山地筋の交点である松山地交差点は、かつては末吉橋交差点と称しており、大阪市営バスやかつての大阪市電及び、 大阪市エイトロリーバスの停留所名も、末吉橋であった。しかしながら、末吉橋交差点の地下に、地下鉄長堀鶴見緑地線松山地駅が開業した1996年に、交差点名とバス停留所名は、松山地に変更にされた。常実の通り、埋め立て以前の長堀川北岸の通りは、東橋の名を取って、末吉橋通と呼ばれており、 末吉橋通り沿いの町名も1872年から1982年まで、末吉橋通り一の四丁目だった。末吉橋通りを通っていた大阪市伝統財線は、上流から末吉橋、板谷橋、長堀橋、三九橋、新災橋、佐野谷橋、四つ橋、宇和島橋、豚屋橋、白髪橋、勝尾座橋、玉造橋と、 橋のつく停留所が十二も連なっていた時期がある。ABC 吉橋国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所2020年7月11日閲覧 ISBN 9長7848億7984万820松村博市長大阪の橋194から195ページありがとうございます。